はい、はいどうもはいどうありがとうございますおはようございあの、はい、僕とモ本さんって、はい、まあ付き合い長いじゃないですか長いっすね5年ぐらいでも別になんか一緒に働いたことがあるとか、うんまあ、一応メルカリって同じ会社にいたけど別に席が近かったとかじゃないじゃないですかそうっすねなんかなんとなく知り合いましたよね いや、僕が声かけたから知り合いましたよね。うん、そんな気がするんですけど。うん。なんか最近こんな世の中で。はい。なんかそういうこう。偶然人と出会うみたいなことが。ああ<ー>。すごい減ってません。減ってる。めっちゃ減ってる。うん、なんかメルカリいた時は。うん。まあ、普通に物理出社してたから。で、社内に。うんうん、まあ、知らない人がたくさんいたから。 まあ毎週、誰かしら知らない人と何人かはまあお近づきになるみたいなことが、うん、まあ社交的な山本さんはなかったかもしれないけどはまあ,まああったんですよ <laughs> なるほど、確かに僕は少なかったですね。<laughs> <laughs> 確かに、きっちり出社してきっちり帰ったから。<laughs> なんかそういうのをどういうふうにしていけばいいんだろうみたいに思うことがあるんですよね。 でなんかそのメルカリにいた頃とかって結構僕そういうの盛んだったなと思っててあのメルカリにいた時に1人僕採用入ってすぐにした人がいるんですけど、うん、まあ森山太郎さんという,おうあの有名な、はいまあ、今スマートニュースいらっしゃるんですけど、まあ、機械学習とかの PM やってたまあまあ社内でも有名人なんですけど、うん、あの人僕たまたま 知り合った人なんですけどあのあああの <laughs> ティンダー、あそうそうそう、うん、ビジネスマンの Tinder みたいなビジネスマン同士がこ,うこの人と話してみたいみたいなのを TinderUI で決めてマッチングしたら、まあ、さあどうぞみたいな,、うん、なんかあの頃多分んだろう結構そういう新しい出会いに旺盛でイエンタをやってて たまたまったのが森山太郎さんだったんですよね。うん、それでメルカリ入った後に、にそういえばなんか最近そういう機械学習系の PM が必要って社内で言われててなんか前インタで会った人いたなみたいなうん、うん、それで声かけたら採用、まあ、メルカリ入ってくれたっていうすごいなんかそういう出会いっていいじゃないですかいいねなんですけど最近そういうのあんまない まあ世の中のせいなのか、自分の動き方なのかわかんないですけど。それ、単純にイエンタをやってないからじゃないですかね。なんかでもイエンタで全然知らない人とちょっとやっぱ会いづらくないですか、今。うん、分かる。どうなんだろう。うん、なんか最初はさ、ごめんなさい。あの、ミーティーってカジュアル面談プラットフォームが出て,きて、はいはい、で、 あのツイッター d m のよくできた版みたいな感じなんですね。うん、で、あのリッチャとか、あとレイヤー X さんとか、結構いろいろこう会社単位でやってる人とかいて、なんかその話聞いてると、なんかイエンタっぽいなっていう。本当に知らない人とマッチしたら、そのオンラインでカジュアル面談するみたいな。うん、確かに。うん 確かにミーティーはここ2週間くらい特にまた盛り上がってきてる感じはしますね。うんまあ、デザインされた偶発みたいな。うんうんうん、確かに。偶発って感じでもないかな、でも。吸収、まあ、する、ね、側からすると偶発だと思うんだけど。そうね、ある程度、会う側狙いに行ったっていう感じはするけど、うんうん、でも確かによく考えたら、 ミーティーでそういう出会いありましたね、僕も。言われてあった。なんか、初めてミーティー見たときに、使ってみたいなって思って、使ってみたら、うん、なんかたまたま面白い人と知り合えて、そいつがまたこう、うん、筋トレマニアでさ、まあ、それはいいんですよ。そ <laughs> あそうそう、関係あるけ先週僕、初めてその合同トレーニング、ゴートレーなるものに行ったんですよ。やった誰とやったやりました。 それが、あのですね、あれっす、TLM っていうベンチャーがあると思う、v、VC があると思うんですけど、はいはい。そこの,あのアソシエートに、まあ、岡沢,岡沢ってやついいですよ。あ岡沢君。岡沢君。岡沢とたまたまミーティーで知り合って、ほ<う>で、なんかその <laughs>、これ面白いんだけど <laughs>、そのし、渋谷のココチっていう商業施設があって、うん ああ GG 入ってるやつね。そうそうそう、まさにまさに。俺がそこのスターバックスで、じゃちょっとお茶でもどうですかって言ったら、ああ、あのゴールドジムが入ってるスターバックスでって言われて <laughs> なな、なんだこいつって思って。うんうん、で、行ってみたら、めっちゃ肩幅広い男が現れて、最近、いや肩ピタがない男はダメだと思うんですよ <laughs> 人で。変なやつだなと思って仲良くなって。うん、で、先週、あの、 先,生先週、まあ、もうちょっと前かな、岡澤君と、あとその最近、ミントになった時の、ミントの、えっと、アプリコット側の田島ひかるちゃんっていう、アソシエイトがいるんだけど、とかとなんか、ご飯食べたり、ジム行ったりみたいなのありましたね。うん、すごいあの、もう活動しとるやん。<laughs> いやいや、本当にそ,それくらいですね。<laughs> あ あのね、普通の人1ヶ月に1個それがあったら多いと思う水準だと思いますよ。メルカリがなんか結構異常だっただけで、<ー>急成長で人がどんどん増えてて、知らない人がどんどん増えてきて、はははこうその中で毎,はは毎日のように知らない人と出会うみたいな、あれが異常だっただけで、普通の生活だと知らない人と会うのって月に1回そんなもんだと思いますよ。それでも多いぐらい。確かに、うん でも例えば、山本さんは、まあ、仕事みたいな観点は多いと思うんですけど、例えばその、v うんうん、VC の人に、誰かこう人材を紹介してもらったりとか、そういう結構新しい出会いがあるんじゃないんですか。ああ、それはさすがにありますね。なんか僕も今、採用頑張ってるので、そこそ、毎日のようにカジュアル面談みたいな形だったりとか、うちあの、イベントをたくさんやったり、コンテンツを出して、 でそれで関心がある方をもう少し小規模なイベントに来ていただいてでその後さらにカジュアル面談するってうこうフローができつつあるので、うん、なるほど、うん、なんでその中で、えー、っと400人たって30人たって15人と個別に会うみたいなのを繰り返してます、ね、うん、うんうん、マチコンシステムそうそうそう,そうマチコンずっとやってますよなんかそれもメルカリっぽい採用の ぽい方ですね。うん、えだから、出会いたくさんあるじゃないですか、山本さん。仕事ではね、仕事ではありますけど。うん、特に、このプライベートでは今、田舎にいるんで、本当に青森の中で、うん、まあ僕は青森にいるんですけど、青森の中で家族以外の人と会うってこと一切ないですから、ねはい。ああ、なるほど。うんえ 筋トレとかかどうしてるんですか筋トレね、最高の環境があって、なんか、<ら>家から車で1分ぐらい、<う> 1>, 1分、2分ぐらいのところにの、でっかいエニタイムフィットネスがあるんですよ。えで、ー、きたんですよ。えエニタイム<う>マジ神神じゃん。で、うん、まあ、行くじゃん。<ら>誰もいない。いつ行っても誰もいない。<laughs> <laughs> <laughs> そうなんだ、うん、大丈夫か<う>エ日は、イム。あの、そうまあ、ことは、例によって早は、本当に1人人いるかないことが多いんで、と、まあ早朝とは、本当に一人と人いるかなぐらいうこ、ん、と、えー、すね。でい結構そういう地方そういうとかだことみんなこう公民館とかにあるそういうなんかそうん、うん、筋トレ施設とかみたいうことは、そそういうとことは、ね、そういうことは、そういうことは、そういうことは、そういうこと 特にそのジムを交流場として使う人は、うん、んそっち行ったらいいんじゃないかなって感じですけど、うん、僕以外い,いや、うん、山本さんも<で>ジムを交流場として使えばいいんじゃないですかいやいやいやあの鉄の塊だけ求めていってるから <laughs> 鉄の塊をいただきに行ってるんで <laughs> だから友達ができないんだぞ <laughs> そうでもなんかこっちに移住しまし移住っていうか一時移住しましたみたいな ブログを書いたらあの、青森からリモートワークで仕事されてるそのソフトウェアエンジニア、それこそ有名な会社、<laughs> 日本の本当に近くにいるスタートアップとかベンチャーで働いている<う>あのエンジニアの方、何人かから DM いただいて、こっちにいるうちに会うことになりまして。えー、すご。でもそれさ、うん、確かにあるよね。あるある。こう、なんだろう。マイノリティな分。 結びつきは強くなるよ、ねうん、そう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 えっ山本さん青森県出身だったんですねみたいな、うん、とか今こっちに来てるんですねみたいな感じで反応してもらってそっから出会いが生まれそうですじゃあ彼らを「エニタイムの会員にいやだから僕その山本さん普通にやってたらあんま友達を作ろうとしないと思うんで <laughs> 僕は今山本さんにミッションを与えようかなって思いましたはいはい何でしょうあの いやその近くにエニタイムがあるってすごい偶然だしめちゃくちゃいいことじゃないですかうん、うん、でもやっぱりまだまだその地方でエニタイムが流行るかどうかは深くてだとまあしましょうよそはい、はい、したら会員集めないとエニタイム撤退しちゃうかもしれないんですよだから山本さんがまあいっぱいエニタイムにこう会員をこうアクュイジションしてあげるっていうタスクを与えますんで まあ、いろんな人と友達になって、エニタイムに引き込んで、そこで一緒に楽しく交流するっていうミッションがあれば、うん、楽しいんじゃないかって。なるほどね、なるほどな。長いがハードミッションだね。いや、エニタイムの顧客獲得をする。<laughs> あのなんか、エニタイムって面白くて、大体コンビニのとセットで設置されてることが多いんですよ。え <laughs> コンビニの横にエニタイムとか、1階がコンビニ、2階がエニタイムとか、東京でもよく見てみてください。大体コンビニとセットで。ででそれやっぱフリークエンシーが高いんですよ、うん、コンビニって。うん、で、エニタイムも高いじゃないですか。だからお互い相乗効果があって、<laughs> 本当か集客装置になるっていう、た、まあ、多分そういう戦略なんですよね。で、僕の,あの青森県ってセブンイレブンめちゃくちゃ少ないんですよ。 うんうん、うん、2010年代後半にやっと1号店ができたみたいなんですけどああそこの絵に対して真横はセブンイレブンなんですよ。はいなんであそこは潰れないと思います <laughs> ちなみに僕観察してるんですけど自分がジム行くときにセブンイレブンパンパンに人入ってるんですよ。へえー、駐車場にもう,そう,そう20代ぐらいセブンイレブンの目的で朝コーヒーを買って出社する人たちみたいなのが来てて。うん セブンイレブンすげえなと思って。そうなんだ。そう。ディズニーランドですね。アーモイの中でも。でも、エニタイムは空いてるんだ。エニタイムは空いてますね。なるほどな。多分ん、エニタイム、なんか、アーモイの地下で考えると、月100人ぐらい間いたら、もう回るんじゃないかなと思ってて、たぶうん、うん、多分100人は余裕でいると思うんですよ。ロッカー埋まってんのを見てるんで。だから、もうあそこのエニタイムは、チャリンチャリンモデルに入ってるなっていう。 僕はちょっとリテンション頑張りたいんで、はい、ジムにも来てる人に話しかけて、<laughs> その人たちをエンゲージするっていうのを頑張った方がいいなって今思いました。<laughs> お前に何のエンゲージができるんだ <laughs> <laughs> 聞いてみたい。確かに、確かに。そうですね、筋トレを通せば山本さんもきっと人と交流できるはず <laughs> お主、私を何だと思ってるのか。<laughs> <laughs> 何の話でしたっけ <laughs> 偶然ので。ああ、ミーティーか、確かに。そうそうそう。確かにミーティーは、スタートアップ界隈の人にはありがたいかもしれないですね。うん、僕はまあ使ってないんで、なんともなんですけど。てうか、うんうん、そういえば思ったんだけど、やっぱりなんか、我々結構コンテンツドリブンセレンディピティをすごくうまく活用してる方なんじゃないですかね。うん,う,んうん、うん、うん。 なんかさっきの,あのブログ書きましたツイッターですごい引用についてたからコメントいただいたりとか DM 来たりしてそれでこう関係が始まるみたい、うん、確かにそうっすね自己開示ドリブンセレンディピティをなんかうまく活用できてる方かなっていう気はしますけどまあそれはそう思いますねうんでもなんか そうヤ、ね、マトの文章はいいですけど、なんかでも、あれですね、あれ、<laughs> あ,れあ,れあれ、あれ、そんな権限以上についてとか、あんなに真面目に書かれてもね、うわこいつ、すごい人だなみたいな、でも、話しかけづらいんだみたいな。あ <laughs> れあれ、<laughs> あれおかしいな。 あのでもまあその通りだと思います、あのあのまずコンテンツ力がある、すごいバズる、変な意味じゃなくてバズってるから、それはすごいとは思う、うん、でもやっぱり、うん、その思うのが僕ってコンテンツもポップだと思うんですよ、確かに。山本さんは本当に質実剛健感がすごいですね、性格で出てます、僕もまあどっちかってコンテンツドリブンだし、結構コンテンツバズ力ある方だと思うんですけど、うんはい、やっぱ山本さんとテイストは違いますよね。 あのそうっすかね。<laughs> そうすね僕はもう、嵐のようなポップさですから、ね。なんかね、でもプライベートなやつの方はすごい反応が良かったんですよね。おととい出した記事みたいなの。いや、あれすごいよね。だから、そのプライベートはポップなのかなってちょっと思ったけど、どうですかね。<laughs> ポップではない。<っ>ポップじゃない。<laughs> うん、まあ、引きがあるネタフィールドだったっていうのはあると思います。 そうか。うん、一躍、ジャニーズ系に踊り出たかと思ったんですけど、<laughs> コンテンツのいい全然坂本龍一だよ。坂本龍一か。<laughs> とっつきづれ。<laughs> すごいけどそ、とっつきづらいよ。天才だなみたいな。<laughs> 俺のジャニーズ力にはお前はかなわない。いや、ジャニーさんすごいっす。 でもコンテンツ取リ分ン出会いはまあいいですね。うん。ちょっと他に何があるか、何があるかね。あ、出会い方はい。まあ人づてみたいのが上手い人も多いよね。ああ<ー>。うんうんうん。すぐ紹介してもらうとか、まあその、あとなんか多人数の場所に行くのは上手い人もいるよね。うんうんうん。なんかそういう狭いコミュニティの飲み会とかにうまく潜り込む。あ かとか,なんか交流会みたいなイベントとかによく顔を出すとか僕、そういうのはクソ苦手なんか来週京都の ICC ってベンチャーイベントはめっつらしく行くんだけど、うん、もう,うまくやれる自信がないというかまあほぼ登壇だけしあと引きこもってようかなっていうテンションでだめ <laughs> <laughs> だなって思うけど登壇するのまあはい おお楽しみですねそうですね、あのスマート HR の倉橋さんと同じセッションなんで、それは楽しみです。おっ、倉さんとあと誰がいるんですか誰だ,だ,だ,だっけっていうとちょっとあれだけど、まあなんかそういう人たちです。うん、へえすごいね、その並び。うん。うん、ハーバード MBA。<laughs> 怖い怖い。<laughs> まあそういう系もあるとは思いますけど。 まあでもなんか結構前に話したと思うんですけど、僕らってまずその最初にギブをしてないと人と関係を築くのはあまり得意じゃないみたいな感じだとは思うんで、なんか何でもないところにいきなり入っていって、どうも俺ですって言っても、なんかあんまりうまくいかない気はしてて、まずは自分から何かこうコンテンツがあるってことを差し出せるみたいなんとしなきゃいけないんでしょうね。そうだと思います。 やっぱラッパーは曲作ってなんぼですよ。<laughs> それは別にアーティスト全員そうな気がするけど。<laughs> <laughs> ライブと SNS だ,、はい、だけだとダメなんですよ。うん。そうっすね。うん <laughs> まあライブ終わって、裏でタバコ吸ってみたいな。うん、<laughs> まあ、そんな感じかな。まあ偶然の出会いでも。 全くないとやっぱちょっと寂しくなる時があるなぁ。なるほどなぁ。うん。なんだろうな、今そういう、今っていうか、渇望したことがあんまないな。はい、うん。いや、僕こう、なんか、あのもう満たされてるんでしょうね。出会いみたいなのをと。ほう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 。例えば、これから死ぬまで一人として誰とも出会わなくても、もう十分な人たちと、うん 出会わせていただいたと、た心の中で思ってる気がします。はい、ははは。うん、人間関的に。恵まれてるだと思います、えー。それはすごいいい話ですね。いいでしょう。うん。いいっすね。うん。ああ。そうですね。歯切 <laughs> れが悪いな。まあそんな感じで。はい。じゃあ今回は出会いということで。なるほど はい、お疲れ様でした。